消火ポンプ遠隔起動試験。こちらの防火対象物様の消火ポンプ遠隔起動ボタンは専用起動ボタンです。専用起動ボタンを押すと、消火ポンプが遠隔起動し、表示灯がフリッカー点滅します。じゃあ試験していきます。はい、ポンプ起動、表示灯フリッカー点滅。はい、ポンプ停止。